皆様お待たせしましたこれより第11回東北大学リベラルアーツサロンを開催します今日は極寒地で暮らす方法とは北極圏トナカユーボックミンド知恵と技術から学ぶことと題しまして高倉先生にお話いただきますそれでは東北大学准教授高倉先生です皆様拍手でお迎えください えっと皆さんこんにちはえっ、ー、と高倉と申しますえっ、ー、とあの私今の紹介を受けましたようにあの東北大の、えー、東北アジア研究センターでえっ、ー、とあのシベリアのですね先住民特にトナカイ牧畜民のですね調査を行ってきました今日はですねえっ、ー、とあの、えー、今紹介を受けましたように私のですねえっ、ー、と調査地のお話をですねしながら、えー、あとまあ テーブルにですね皆さんのテーブルにあのミングが置いてあります。えー、そこはトナカイの、えーとまあ、主にトナカイの材質で作った、えー、とミングなんですけども、えー、とあるいはその前の方にはですね、えー、とトナカイの毛皮で作った衣服がありますそれから、まあ、ひあの式皮、えー、みたいなのもありますけどもそういったものを使ってですね、えー、と皆さんにあのミングトナカイの毛皮っ一体どんなふうな素材なのかどのくらいまあ えーとあの寒さに耐えられるのかということを、えー、体験していただければと思っています、今日はあのだは大体4つぐらいの構成でお話をしていくつもりです、一、えっと、つはあの、えっと、最初にです、ね、講義という形でトナカイ遊牧民とシベリア先住民、その、まあ、自然とか文化、技術について、まあ、20分ぐらいお話をしたいと思います、それからです、ねえっとまあ今日のテーマはそこにちょっとありますようにあの、フィールドワークを追体験するということを考えています。 つまりあの人類学者がどのような形で調査をしてい、えー、くのかということを皆さんと,、えー、っと経験していきたいと思っているんですけれども2つ目の話というのはです、ねまあ、私の、まあ、写真のスライドを使いながらです、ねえー、っとフィールドのへの旅というのが一体どういうものなのかどういうふうな飛行機に乗ってどんなふうに旅行していくのかということをお話ししていこうと思います。 で三番目がまあいわゆる演習ってことになるんですけどもえっ、ー、とこの皆さんの各テーブルに置いてあるですねえっ、ー、とあのウィンゴを使って、えー、少しスケッチをしてもらったりとか、えー、あのその何、えー、て言うんですかね形について あの言葉で,です、ね、説明してもらうっていうふうなことをやろうと思ってますで最後に今質疑応答っていう形で、えー、ごめんなさい、えー、とその後ですね相互にそのあの机のグループの中でお互いに発表してもらうってことをちょっと考えてますで最後にちょっと、えー、質疑応答というそういうふうな形で進めたいと思いますえっ、ー、とそれで、まあ、シベリアとは一体どういうこと場所なのかということをお話しするために、えー、と今この資料を出してますけれどもえっ、ー、とあの まあシベリアっていってもです、ねえー、非常に広い空間でして、まあ、東はです、ねあのーまあ、太平洋からです、ねまあ、にあの北は北極海で、まあ、大体ここにあのウラル山脈というのがあるんですけども、まあ、ウラル山脈から西がまあシベリア世界というふうに言われているわけですねで、まあ、えっと中国とか、えー、モンゴル、えー、中央アジアの国がまあ南にあると。 大体の研究者の中では、まあ、東シベリア、えー、西シベリア南シベリアという話を、えー、していく、えー、そんなふうに区別してますであのシベリアの自然ってことなんですけどもあの、まあ、皆さんも想像つくと思いますが、まあ、大変寒い場所なんですねであの北半球の観極、まあ、と言われるオ,オイミャコンっていう、えー、場所がありましてここはですね、えー、マイナス71.2度を記録している村です ここにマイナス私ちょうどこの大宮村に行ったので、この、えー、ここ私の肩なんですけど、まあ、こういうのがあります。そしてまあこの場所っていうのはですね。多分工場的なあの居住地としてはまあ、世界一寒い場所だと思います。あの南極基地の方でですね。マイナス8 1度とかっていう記録をしている場所もありますけれどもまあ、そこは？ えまあ基地でありまして、まあ、普,通が普通の人が暮らしている場所ではありませんのでそういう意味ではまあ本当に人間が暮らしている場所と自然はですねツンドラとタイガーステップの世界でありまして、まあ、ツンドラというのはですね、えー、こうあのいわゆる草木群類あるいは苔などがあるような場所であります。 それからまあタイガっていうのはこうあの針葉樹林がですねえこう伸び伸び生えているところなんですけれどもえとそういうまあえ景観によってえ構成されているんですねそれで東シベリアのちょっと方に向かってえ少し説明をしたいと思うんですがまあこれはちょっとタイガの説明なんですけどちょっとなかなか見えませんでえとえまあその一つえ例えばベルホヤンスクっていうまあここも非常に寒い マイナス68度ぐらいを記録している場所で非常に寒い場所なんですけれどもここの1月の平均気温っていうのがマイナス46.2度を記録しているんですねで夏は7月がまあ10プラスの18.7度という形の場所でまあ見ると非常に寒いだろうってことがわかるわけですでもう一つの特徴は実は年間降水量が182ミリっていうですね これ一瞬ちょっとわかんないと思うんですけれども、えー、あのいわゆる乾燥地帯として知られるウランバートルよりも、えー、いわゆる降水量が少ないんですね。でものすごく乾燥しているところなんですで。ちょっとこれえっ、ー、と見にくくて申し訳ないんですけど、えっ、ー、とこの札幌とそれからシベリアの、えー、ヤクーツスクっていう町の,あの降水量の比較のあの、えー、グラフなんですけれども、黒いのがえっ、ー、とあのヤクーツクで白いのが えとあの札幌の地図なんあの札幌の降水量なんですね札幌の降水量1130ミリ年間降ってますがヤクウツクは230ミリと、まあ、日本でも札幌っていうのは比較的乾燥している場所として知られてますが、えー、とそれと比べても圧倒的にあの乾燥していることが分かると思いますでなぜですねあのまあこれをちょっと出してきたかっていうと,、えー、と降水量がですねステップ気候 波の非常に乾燥地帯でなぜ森林が生えるのかということがまあこういうことを考えると疑問に出てくると思うんですね。で実は答えの鍵っていうのはあの永久凍土にありますで。永久凍土っていうのはですねえー、っと,、えー、っと少なくとも連続する2冬2年間の冬と、えー、その間の人夏を含めた、えー、期間より長い間ですね。 えー、凍結状態にある土のことなんですね。で、夏の間はまあ活動層って言って少しあの、えー、溶ける部分があるわけです。で、特にこの東シベリアの方ではですね、カラマツの植生が単一の植生が非常に広がる、えー、場所なんですけれども、その要するにですね、カラマツっていうのはですね、そのカラマツはこの永久凍土の、えー、この活動層、夏にちょっとだけ三ヶ月だけ溶ける水を吸って あの大森林がが出来上がってくるということなんですねでカラマツの生態的な特質としてはですね零下70度にも耐えるような耐寒性を持ってるってことそれから実はカラマツっていうのは針葉、えー、樹なんですけども落葉するんですねで実は落葉するってことがこの非常に寒いところでは重要でしてその落葉することで根元があの保温効果があるんですね。それかからら非常に乾燥してますから えと春にですね何、えー、て言うんですかね、えー、と <coughs> 葉っぱがあの、えー、落ちない、えー、あの落ちることによってですねそうした、まあ、その乾燥に対応する適応進化みたいなのが起きることで、えー、糖度とその溶けた活動層を巧みにまあ利用して、えー、あのようなです、ね、大森林が発達しているっていう現ん ところがあるんでですね。で最近分かってるのはですねまあこれちょっと余談みたいなことですけど地球温暖化がえっと影響することによってまあ、現在見られるようなカラマツが広がっていく生態系がまあ、そのえっ、ー、と壊れるような可能性があるっていうふうに言われてますあるまあ研究によるとまあ、地球のあの温度がですね2度から4度上がるとえカラマツの林は多分あの耐えられないだろうって全滅してしまうだろうっていうふうな報告もされてるんですねまあ、だからって言って あのいわゆる砂漠になってしまうかっていうとそんなことはないんですけども、まあ、別な種が多分出てくるだろうっていうふうなことが言われてます、まあ、要するに非常にこうあのえっ、ー、と、えー、ていうんですかねえっ、ー、とこうたくさん生えているようなに見えるような林であっても脆弱な、えー、と自然とのバランスの中でできているっていうことが言いたいわけですねでもう一つシベリアの特徴っていうのは、まあ、ロシアの、えー、一部ですのでえっ、ー、とあの <coughs> いわゆるロシア人の世界のように思われますが、まあ、ここにもちょっと見えますようにこうアジアとしてのシベリアということでわれわれと変わらないような顔の人たちが、まあ、たくさん住んでいる場所でもあるわけですで、まあ、シベリアの民族どのくらいいるかといいますと、えー、実は、えー、先住民の人たちってのは約150万人ぐらい住んでいるんですねでシベリアに暮らしているロシア人を含めた全人口ってのは4000万人ぐらいいます つまり、まあえー、と約4%ぐらいしかいないっていうことなんですね非常に、まあ、人口的には少ない場所あの人たちでありますで歴史的には、まあ、あのロシア人が16世紀以降ですねここに植民地化して国内化していく内国化していくっていうプロセスを経て、まあ、現在のような、えーまあ、人口構成になっていくわけですで開発の歴史としては毛皮とか希少資金属とか、まあ、現在はシベリアは非常に天然資源が あるところとして知られてますけれどもそういう歴史を経て現在のような状況になっているで、まあ、一瞬ですねアジア系の人たちに見えますので、えーとこうえー、みんな同じような文化を持っているように思えるんですけども、まあ、言語的あるいは文化的にも非常に多様なです、ねえー、フ,ィンフィン系っていうふうに言われるようなフィンランドとかハンガリーの人たちと近いような人たちもいるし、まあ、トルコ系と近い人たちもいるし、まあ、モンゴル系と近い人もいるし、まあ あるいはそのいずれでもないという人たちがいるという、そういうまあ世界であります。でまあ、これはあのシベリア先住民とその、えー、隣接民族の居住域ということですけれども、えーとまあえー、細かいことはちょっとお話ししませんが、さまざ、あ、まな言語集団がたくさんいるということをお,話あのお分かりいただければと思っていますで。問題はですね、えーとまあ、で人口が少ないという話をしますと、えー、ちょっとだけ言います。例えば トルコ系の、えー、といわゆるトルコ教育にいるトルコ人というのは約5700万人いるんですね、あるいはウズベキスタンのウズベクは1600万人いるわけですけれども、えーとまあえー、と今日う、えー、焦点をあの紹介しますとサカ人とかの場合だと44万人、これはシベリアの先住民の中で比較的多い方なんですね、例えば今日やはりお話しするエベンという人たちがいますけれども、えー、その人たちになると 1, 9 1万9000人ということになります。あるいは 今日はやはりネネスっていう人たちこっち側にあるです、ね、写真のパネルになっているのが人たちがネネスっていう人たちなんですけれどもその人たちが約4万1千人と人と人口的に非常に少ない人たちが暮らしているとで、まあ、ただし言語的文化的には非常に多様な人たちが暮らしているわけですでこういったその、えー、多様なその言語文化的な体系をあの背景を持っている人たちですけれども 伝統的的な業としては非常に比較的シンプルなんですねツンドラとかタイガとかステップっていう中でこの経済の様式っていうのは決まっていましてツンドラだとトナカイ牧畜狩猟それからタイガだと狩猟漁労トナカイ飼育ステップだとモンゴルのような牧畜の世界が出てくるわけです。で着目したいのは、まあ、両方ともトナカイがあるっていうことなんですね。 トナカイというのがこのシベリアの人たちの生活の上では非常に重要な側面を持っていますでなんでトナカイが重要なのかということを話しますと,、えー、とまあこの北方ユーラシアにですねあの両方にですね大量にいる動物なわけです現在の生息数としては野生種が300万頭家畜種が約200万頭もいるようなですねもので こういった大型でですねたくさんいる動物を使って人々は生活をまあ営んできたわけですでまあこれはちょっと一部、まあ、一部あのパネル写真にもありますけども、えー、と人々の生活のまあ様子ですでトナカイに依存する今日お話していく生活っていうのはどんなのかと言いますと、まあ、野生種家畜種双方を利用していくと。 そして、まあ、トナカイというのがあの食、衣類、それから天幕あの住居ということですねにも利用されてさらに、まあ、駅畜、えー、トナカイに乗ったりとかですね、えー、そういうこともしますのでままさに万能家畜ととしてい、えー、いるという特徴がありますで、まあ、そのマイナス50度とかになる世界の中でどうやって人は対策を立てているのかということですけどもその一つというのは多分、肉を食べるということなんですね。 で肉の食べる量量ががもう半端じゃないいいぐらい量が多いんですねそれは私、調査していてもそうなんですけども、まあ、現在のです、ねえー、日本人の1日平均の肉の摂取量っていうのは、これなんかある、えー、と厚生省かなんかから引っ張ってきたんですけど、まあ、現在の、えーまあ、ちょっと古いですけど、1985年っていうころの,の段階で、日摂取してるそうですでちなみに大正時代の初期っていうのは、日本人はほとんど肉食べてなくて、3グラムしか食べてなかったそうです。 でまあ、つまりあの必要なタンパク質の量は変わりませんので、えー、と要するに大正時代っていうのはほとんど植物性のタンパク質をとっていたわけですねでそれがまあ戦後増えていって、まあ、現在はかなりの量になってるわけですで、まあ、シベリア先住民の一つである左派人の肉の摂取量っていうのを見ていくとですねこれはこっち側の方が非常にあの栄養学的な観点から厳密に測定しているものに対してこれは本当私がラフに あのバネばかり持ってって測っているものなのであのそんなにき,あのきっちりしたデータじゃないですけども、えー、とあの私が調査しているところだと1日摂取量はですねサハジンですけども160から、えー、と800も摂ってるんですねつまり日本人の今が 72g に対して、まあ、少なくてもその、えー、と倍以上で多いともなんか10倍ぐらい食べるっていうふうなそういう生活してます。 これ本当かなというふうに思ってですね、19世紀のまあ民族史に、えー、とたまたま、えーとあの、なんていうんですかね、えー、一家族でどのくらい肉を食べるのかみたいなことも書いてあって、それをまあ平均すると、だたい500グラムって出てくるんですね。 まあだからまあこの160から800っていうのはまあそんなに非常識なデータではないんだろうなというふうに思ってるんですけども要するにたくさんの肉を食べることによってまあエネルギーを蓄えてさにえっに対応しているという状況があります。それからまああの衣っていうその衣類についてなんですけどもまあトナカイの毛皮っていうのはえと動物の皮ですので保湿性とか防水性とかえ強度 っていうものが非常にあるんですねで特に今、まあ、今日お話していくトナカイの毛皮っていうのはあのこういう特質持ってますそれから実は皆さんのお手元にある中の帽子ではですね、えー、と帽子2つ置いてきましたけれども一つはあの,狼の怪我を使ってますこれはあの凍らないんで、えー、と,とてもいい毛皮なんですけどもあと北極キツネの毛皮を使ったりとかしてます。 それと、まあ、毛皮の衣類ってどうに着てるかってことをあの皆さん疑問に思うと思うんですけども基本的に重ねね着はしないんです、ね、直接あの裸の上に毛皮を着るっていうのがあの、まあ、伝統的な衣類の利用でありましたでまあ現在は、まあ、あのいろんなこういう綿類の,あのものを着ますのでえっ、ー、と,、えー、と必ずしもこういうことをしてませんけれども、まあ、伝統的にはこんなふうな状況があったということです。トナカイののその 毛皮の特質っていうのはどういうものなのかっていうことをちょっとお話ししていこうと思うんですねこれはコリアークっていうあのカムチャッカ半島の,あの根元にいる民族なんですけれどもその人たちがトナカイの毛皮を使う時はですね例えば12月から2月の毛皮っていうのは毛足が長くて皮が丈夫なので衣類のみならずテントカバーに使うと。あるいいはは月月から4月っていうのは 冬の間に長く伸びた古い毛が抜け始めてかつ1月頃から皮下で成長した寄生株が組織を食べてあちこちに小さなが開くので衣類には適さないと代わりに寝具、えー、や袋として利用するあるいは5月とか6月っていうのはまあ,あの要するに裸期で古い毛皮と新しい毛皮が両方出てくる時なので、まあ、ほとんど使わないで7月か8月に入ると,、えー、と抜け替わっておなか、えー、新しく柔らかい毛が覆うようになって 衣類ととしてて利用を使ってくると特に春に生まれたコトナカイのが最適だとで11月から11月は川、えー、が厚いので下着を利用するみたいなことが出てくるんですねでこれはあのトナカイじゃなくてエゾジカなんですけどもその、えー、と毛のですね、えー、とその重層写真なん、縦断写真なんですねで要するにこっちが夏でこっちが冬なんですねこの夏の方がスカスカしていて、えー、冬の方がこう密度が濃いことがわかると思います これもう少し細かいこと言うと実はこの縮尺がです、ね、これ2倍違っていましてこっち側が50マイクロメートルでこっちが100マイクロメートルになるんですねですから単純に並べるとこの夏の毛皮っていうのはこの倍ぐらいの長さになるんですねでつまり同じ縮尺にするとより冬は小さい気質が。あの 出来上がっていて、いそこに空気をためることによって暖房効果が出てくるわけですけども、まあ、そういったその季節によって異なるあの毛皮の特質をうまく使いながら、えー、と人々は利用しているわけです。でちょっとこれも見にくいですけども、えー、とこれはあの夏の毛皮でしてあのその夏の,あのスカスカしている毛皮を、えー、とこ,のこれ蔵なんですけど蔵のいわゆるクッションに使っているところなんですね。で もう一つは、ですね、ちょっと皆さんに、えー、っとあのお手元のフィールドノート抜粋をちょっと見てください。こちらに、ですね、ここにあの2006年10月、立ち穴、1937年生というふうに書いてありますけど、その見出しが書いてある、一番最初のページです。で、あのえー、っとここでこれはあの私、調査してるときに、どういうふうな日記を、フィールドノートをつけてるのかということを書いたものなんですけども。 えと波線部だけ読みますとトナカイ毛皮コートはすべて女性のもので1つ縫い上げるのにトナカイの毛皮が3頭分いるとでこの女性の毛皮コートを縫い上げるのに1週間かかったと儀礼用のピンクは、えーとまあ、1か月ぐらいかかるとでウ運輸用というのは,これはあの、えー、と皆さんの,その中にもちょっと後あとングのリストが後ろのページに出てきますので、えー、とこれトナカイの毛皮のブーツですでそういうものは10月のものがいいと。 でターパチキっていうこれはあのロシア語なんですけどもスリッパのものは8月がいいとというのは毛が細くて柔らかいからだとでこれは毛が抜け替わる季節の毛皮であるとで手袋や帽子はコトナ海の10月を使うとで帽子は北極帽子が漢字間違ってますけど北極犠ツネものもあったっていうことですねでそれからこれはあのその下の方ですけどえ荷物用の蔵のためにその上蔵があるんです上につける覆いがあるんですね こ,のこ,れこれ蔵なんですけどここにいろんなものを入れてそこにこう覆いがついてるんですねでこのいった覆いっていうのはクマラーンっていうとでこれはトナカイの頭のケガを剥いで作成する今回のクマラーンは10頭分を使ったとで頭皮は他の部分と異なり毛が抜けにくいとそして皮部分も含めて厚いので覆いとして利用するには適してるというふうなことでその 様々なですね、毛皮の特徴っていうものを季節的あるいはその部位の特徴っていうのを使いながら、えー、とこの人々の衣食住の技術が成り立っているってことが、えー、分かると思うんですね、まあ、こういったことをですね、えー、一つの手がかりに、えー、と今日のお話を続けていこうと思います、えー、とどんなふうに旅していくかってことなんですけども、まあ、当然日本から旅行してきますのでえっ、ー、とあのし 例えばその私、ロシアにヤクーツクというところに行く時は、えー、ときは、新潟からハバロフスクとかに行って、ハバロフスクからヤクーツクに行くというふうな予定を組むんですね、あるいはモスクワに行って、モスクワから別のところに行くというふうな、そんなふうな旅行をしてます。で例えばです、ねえー、とこれは、えー、とそのハバロスクの アムール川沿いに、えー、の、まあ、2006年9月に撮った写真なんですけども、まあ、その川のですね川岸にこんな落書きがしてあるんですねこれはあのキリルっていう名前なんですけどまあ多分想像つくと思うんですけど私はあなたを愛してますあなたの恋人より2006年、えー、6月14日みたいなこと書いてあるんですねまあ当たり前なんですけども、まあ、調査に行くと、まあ、それぞれの,あの町のですね 人々の生活の営みみたいなのを見ながら、自分で調査をあの、だんだん、なんていうんですかね、えっと、こうその現地に行くっていう、そういう状況になっています。で今日お話ししようと思うのは、えっとまあ、そのこちらのです、ねえっと、西シベリアの、えっと、ネネスという人たちの調査のときに、どういうふうに移動したのかということをお話ししていこうと思います。 でまあ、日本からまあモスクワに飛んで、ですねモスクワからサレハルドという町に行きます、ここは要するに、まあ、あの県庁所在地みたいな場所なわけです。で、えー、と飛行機で、えー、こんなふうにして飛んでいくわけですね。で、この下の、川の下の氷が凍ってるのがお分かりだと思います。そして、えーとあのあのー、サレハルドという町に着くと、こんなふうなホテルに泊まったんですね。 西シベリアは今、非常にあの石油が出て、ですね石油とか天然ガスが出て、大変あの経済が好調なので、きれいなこうホテルが出てきているわけです。でこういったホテルに行って、暮らし始めるわけですけれども、最初に大体人脈の調査っていうのは、ですねいきなり村に行くんではなくて、これはあの役場なんですね、役場のえと北方少数民族科みたいなのがあって、ですねこっちは北方少数民族経済発展科みたいなところなんですけれども。 でそういう役場に行って、まあ、これから私たち調査に行きますといろいろ情報を教えてくださいっていうふうなことをやりながらですね調査に進んでいくことになりますでさらに、えー、とその過程で例えばこうそのこう町にある博物館なんかによってですね、えー、とこれから調査する人たちがどんなふうな生活をしてるのかなってことを見ていくわけです で、その一つがこれですけれども、これをネネツの人たちの伝統的な、あの、ちむって言われる三角のテントですね。それから、えー、これソリに乗っている人たちが、お分かりになると思います。それから、これは後で、また本物をお見せしますけれども。これは博物館にある、そのテントの中の復元なんですね。このように、こう板が引いてあって。 えとテントの奥にですね、えー、こういう、えー、なんか寝るスペースがあってそしてまああの先ほどもお見せしたようなあの衣類として使うトナカイの毛皮が貼ってあるっていうふうな状況が出てきます。えー、と公営市場の外にですね、えー、とネネツの男性とそれからこれコミの男性なんですけども、まあ、2人が自分たちで、えー、そのスノーモービルでですねトナカイをあの自分でばらしたやつをこう直接売りに来ると。 で値段はなぜか彼らの方が高くて、えー、と公営市場の方が安かったんですけれども、まあ、こういう形で先住民の人たちが自ら直接売りに来るような状況もあるわけですね。で、こういうふうな町の中で、こんなふうなことを体験しながら、だんだん、あ自分は調査地に近づいていくんだなっていうふうなことを感じていくわけです。で、さらに、えー、とこの調査地、ハランプール村っていうところには、えー、とタルカサレっていうところ、あの サレハルドっていうところから、えー、とタルコサレっていうところまで飛行機で飛んでそこからまあ車で行ったんですねで、まあ、ハランプール村ってどういうところか、まあ、本当に数枚だけの写真ですけれども、えー、とこれを見ていただければわかりますがこれはお店なんですねでお店の中にこんなふうに商品が浮いてあるで子供が遊んでいるこんなふうなまあ村がありますでこのハランプール村っていうのはその先住民の人たちの トナカイの肉とかあとここ魚がたくさん取れるとこなので、えー、そういったものをこう一時桂に預ける場所なんですねでこう冷凍庫になっていて、えー、こう肉が積んであったりここは川の端気なんですけど今川全部凍ってますけども夏の間はこ,うここで上がってきていわゆる自分たちの取った魚を預けるみたいなことをやってるわけです。でこういった村から、えー、と今度は えとさらにハランプール村からニビアハっていうこのキャンプ地に移動していくことになるんですねえっ、ー、とまあ、えー、ここにハランプール村があるんですけどここから大体670キロぐらい離れたキャンプ地に移動していくことになりますでその時のフィールドノートをちょっと皆さんと一緒に確認していただきたいと思うんですがフィールドノート抜粋の方の2008年3月8日道中ってやつですね えと10時に出発、西へ、えー、雪が深いのに驚く、えー、ベッジホードというのはあの車のことです、えーと、この車のことですね、この、えー、と車が、えー、と何度もスタックするほどだったと、で12時15分にスノーモービルに乗った6人の寝熱血人グループに出会ったと、魚が取れないと言っていたと、で6人のうち4人が民族衣装を着ていたと。 でさらに進んで13時45分これで何度目か覚えていないが再び立ち往生と何度も後戻りして突っ込み乗り切るとこの時にはタイヤを減圧して乗り切るととにかく雪が深いっていうふうなことをちょっとノートに書いてるんですけども、まあ、こういった、えー、とあのいわゆる車でですね、まあ、移動していくとでそうすると、まあ、こういうふうな、えー、とこれ森林ツンドラと言われる景観ですけども、えー、状況があって これはちょっと見にくくて分かりにくいて、これタイヤを潰している、空気を抜いているところなんですねあの。タイヤの空気をつ抜いて、タイヤをぺちゃんってさせて、そしてあの深い雪の中を突っ込んで進んでいくということをやっています。でさらに、これはそ,のそこの,あのノートにも書いたです、ね、民族衣装を着たネネツ人の男性たちなんですね。で彼らが えーとこれはあの車の車窓から撮ったものですけどもトナカイをちょっと怪我をしたトナカイをソリに積んでですねえーと移動しているところでしたでこんなふうにしてえ移動していってえー今度はえーとあの宿営地のニビア派っていうところにえーと着くことになるわけですでごめんなさいえーとこのニビア派のノートはですねその次のページ えと2008年3月8日というところの日記ですけどもチームは3つあると我々が泊まったことになったチームテントのナンバー1はセルゲイ・ニクラビッチ・アイワセダさんの家だったと妻と3人の子どもさらに母のジナイダー1950年が一緒に暮らしていると26歳の弟コーリア15歳のユーラも一緒に暮らしているみたいなことをメモ残してるんですね。でどんなふうななう空間配置ののかっていうのは これはあの実測図ですけれども500分の1の実測図ですが、えー、と私が暮らしてた下宿させてもらったテントがここにあってこれだい大体、えー、2 0ルぐらいの縮尺ですけれども、えー、とここにスノーモービルそれからここにちょっと囲いですねそれからここにあの巻き終わり場みたいなのが一つのセットになってるんですね。でここを見ても、えー、とここにテントがあって、えー、と巻き終わりがあってってことですね。 こんなふうな形で、えー、こう1世帯3世帯が一緒に暮らしているというそういうふうな状況があるわけです。でさらにテントの中がどんなふうになっているかというのは、えー、とこの写真を、えー、見ながら、えー、と私が読む「チューブの内部構造と動産」っていう日記ですね、えー、とテントの中には、まあ、ペチカってストーブのことですけどもここにストーブがあるんですけども、えー、とストーブ以外にテレビと DVD D プレイヤーがあったと。 で携帯もあったとで、床には板が敷いてあったでチムの、えー、と裏地はフェルト製だったとで、このようなフェルト製になったのは最近のことだったということを聞いてますでこの、えー、柱がですね、えー、と35本あって、えー、そのテントの周りには6つの木製ソリー1つは壊れかけていた1つはスノーモービル用の鉄製ソリーでテレビは放映されてるわけじゃなくて発電機で電気をつけてデ DVD の、まあ、鑑賞会をやってるっていうようなことを、まあ、残してるんですね。 でこっちの方はそのあは洗濯物干しサイズですけどその内部のちょっとひあの大きくした写真ですねこんな形で、えー、と調査は続いていくわけですで、えー、と8月3日の、えー、ごめんなさい2008年の3月9日の、まあ、日記の概要ということですけども7時15分に起床したとで7時半の気温が0か27度で晴れこの日は定置網漁トナカイ固体識別 別の宿営地のハテットプルを訪ねたと充実した一日だったが私、今までこの時までスノーボールに乗ったことなかったんですねそれまで調査していた時ってほとんどトナカイのソリに乗っていたので初めてスノーボードに乗りましたで顔が痛くなることを実感したとで対応としてパタゴニアの顔マスクとネックギアをすることで耐えられることが知ったと。 ただし、メガネはセルロイドのサングラスをしようと、これ、私、してるんですけども、単に眩しいっていうだけじゃなくて、メガネの耳が硬くないと、顔マスクをした状態でメガネが入らないと、なぜか、そんなこと、メガネ、つけっぱなしだったら、外したり取ったりする必要はないんですけども、スノーモービルに乗ると、メガネが凍るので、手袋でこうメガネを、要するに、氷取らなきゃいけないんですね。で、その後スノーモービルに乗ったまま、閉めていくので、 例えばこんなふうな柔らかいメガネだととこうこうななっちゃでできないんですねだから、セルロイドの硬いやつだと、こうにして自分でばってこう、眼を、眼鏡に使えると、そんなことを書いてるんですね。まあ、自分の主観的な感情と何があったのかみたいなことを組み合わせながら、フィールドノートって書いていきます。で、それから、えーとえー、とその日はその群れ管理っていうのをやったって言いましたけども、えー、とこう朝、キャンプに寄ってきたトナカイがいるわけですね。 で2ページのその真ん中の下の方ですけど室井管理と朝チムの外に出ると既に9頭のトナカイが来ていたとでまたちょっと飛んで朝小便をすると尿に含まれる塩分を求めてトナカイが数頭寄ってくるとしばらくするとトナカイは勝手にいなくなるみたいなことが書いてあるわけですでまあ他の日記もありますので、えー、と時間がもしあれば後で読んでいただければと思いますけども、えー、とこういう形で、まあ、あのトナカイが来てですね小便の後を食べていくみたいな感じがあるわけです。 もう時間がないので読みませんけれども定置網の確認みたいなことでここに関連するのはちょうど3ページのです、ねえー、っと定置網確認みたいなところを読んでいただければ、えー、っとここでまあ40リットルの水を汲んで、えー、っと魚捕りをやりましたみたいなことが書いてありますでさらに、えー、っとトナカイの個体識別ということで、えー、っとこの日記にもありますけれども、えー、っと朝写真で撮影した9回のトナカイを まあそのデジカメのビワー,ーで見せて個体識別をしてもらって名前を書いていくっていうこの,にこのちょうどあの皆さんにお配りしたあの日記ではですね名前,名前不明とか名無しっていうふうに書いてあるんですけどもこれは多分私が最初に聞いたからちゃんと教えてくれなかったんですねでその後調査をしていくとあこれは何,何々だよみたいなことは後でちょっと分かってくるんですけどもえっとちょっと。 ちなみにこの個体識別その後分かったあれですけどこの上の左は、えー、とアユっていう名前でメスの22歳でメイユ・ピャックさんっていう人が持っているとで左のこれはですねワラビっていう名前でコ、えーレ・アイワセイダさんっていう人が持っているとでこっちは、えー、と。 ネッテミアっていうふうにやつでメスで4歳っていうこういう形でトナカイ一頭一頭ですね個体識別していくってこともやっていくんですねでそういうことも自分で調査をしながら見ていくということになりますであるいはこれはちょっともうほとんど暗くて分かんないですけども、えー、とこの日記のところだと「客」っていうところで「寮から戻ると客が来ていた」と「名前はジーマーエゴールビッチアギチェフ」とかって書いてあるわけですね。 でこの最後ですけどもあの実はこの,あのさっき出てきた男性のキャンプに行って、えー、と帰りの道中がこんなふうな顛、えー、末だったんですね18時10分に出発して19時半に着くとで途中奥さんっていうのはその下宿していたところの娘ですけどもあともう一人の共同調査の最初の吉田さんっていう。 の乗せたそのソリーがあってで僕はブラあのスノーボビルにのあの後ろに乗ってたんですけどもそれが外れてしまって要するに彼らはどっかに落っこずしたまま進んでったんですねで気がついてってそのあのセルゲイっていうあの男性は家族を探しに行ったんですねでその途中でまあ重いからお前は歩いて行けっていう風に言われてまあ不安ながら そのスノーボービルの跡を見ながらです、ねえー、と前に進んでいくとで途中で川に出くわして少々怖かったけど、まあ、当たったと、まあとマイナス27度ですからまずあの割れる必要はないんですけどことはないんですけどなとなく怖かったですねで、まあ、気が付くとオーロラが出ていたと幻想的だったのでだったが薄,く薄いのであんまり美しくは感じなかったみたいなことを書いて、まあ、自分の日常が今日は終わっていくんですね、まあ、こういう調査を繰り返しながら旅をしていくわけです でこんなふうにして、まあ、帰ってくるとまあなんかこれはちょっとある人に漫画にしてもらったものですけど、まあ、日本で「まあ、トノカイの袋砂はうまいですよ」みたいなことをこう言いながらですね、えー、友達と話をするっていうふうなそんなふうな調査をまあしてくるわけです。えー、っとそれでまあここまでがですね今日皆さんにあのいわゆる講演的なものとしてお話しして えー、来たたかったことなんですねどんなふうに人類学の人が、まあ、人類学っつってもいろんな調査をやる人がいますから、えー、熱帯でやる人あるいは都市でやる人それそれによって全然違いますけども、まあ、シベリアの私の調査はこんなふうな形でフィールドノートをつけていくわけですでこれからは皆さんが直接あの、えー、とその目の前にある民語、ね、を使っていろんなことをやっていってもらいたいんですねでまああの今 あのフィールドワークの体験っていうのを追,追体験っていうのをしていってもらったわけですで人類学調査のあとはフィールドノートの整理という、まあ、重要な仕事があるわけですねで大体私の場合はですね、えー、と毎日1時間から2時間ぐらい日記つけてるんですねあのこう調査の時っていうのはこういうふうな小さいですねあのこうメモ帳のようなのを持っていて自分で見たこととか聞いたことを片っ端からメモにしていくんですねでところがそれは走り書きですから 日何書いいててるかもうほとんんど覚えてないんですねで,ですからこのメモ帳を見ながらそれを全部文章にしていくっていうことをやっていくんですね。で先ほどお見せしたこのフィールドノートの抜粋っていうのはその一部なんですね。あのだいたい私やる場合は日付とここだとその定置網確認とかっていう込み出しがついてますけども込み出しをつけたものを一つのセットにして、えー、とあのワードのファイルにしていくんですね。 で,えっと、ですから、まあ、膨大なノートが出来上がるわけです。でそれ以外にも、まあ、現地で入手した行政文書とか、えっと、統計資料などの整理も行うあるいは収集してきた民具の整理もやっていくわけです。でも皆さんの前にあるのはまさにそういった形で収集してきたものなんですね。まあ、ちょっとだけどんなふうな調査をするかってことをこれはあるあの私がシベリアで調査するのを知って。 なんか珍しいやつがいるっていうんで来た現地のジャーナリストが撮ってくれた写真なんですけども、まあ、こんなふうにして聞き取りをしながら書いいていくんですねでフィールドノートの一部ですけども、えっと、これはあのその実測図ですねコンパスと分度器を使って、えー、あのあの大体その500分の1ぐらいの地図を使ってどんなふうな空間利用をやるのかっていうのを書いていくんですけどあるいはこれは行政あの現地の村で撮った統計をまあ写したものですね。 であるいはこれちょっと今そのパソコン小さいの持っていくんで手書きはないんですけどかつては手書きのノートだったんですねでここにこう日にちと日付と温度とか書いて込み出しをつけて文章を書いていくと、まあ、構成は今皆さんに渡したのとほとんど同じなんですねあるいはこっち側にはですねその家系図を取ったりあるいはこれは行動の記録なんですけど何時何分誰が起きてトナカイの調査をやったみたいなことをひたすら記録していくわけです でそういういい中にはちょっとこれごめんなさいほとんど見えないんですけども、えー、とこの,あのスケッチなんかをやってるんですねこのソリの,、えーとえー、とそのスケッチをやって名前を細かいのを書いていくあるいはこれはあのトナカイの首につけた首輪の名前を全部つけてるところなんで書いてるとこなんですねあるいはこっちはですねこれもちょっと本当にあに白ってこんなに飛ぶんだと思わなかったんですけどあのこれは投げ縄の,な投,げ縄の投げ縄を銅にどうにあの 用意するるのかってこといこを書いてるんで,す、ね、でまあこんなふうにして実際に投げ縄でトナカイを捕まえたりしていくわけですでこういうことがまあ実際の調査でやってきてることなんですねで今回皆さんにやっていただきたいのはそのミング資料の整理とまあ記録ってことをやってもらいたいんですミングについては実は先ほどお渡しした、えっと、資料の、えっと、3枚目にですね エクセルの表で作った、えっと、資料、一覧があります。で、皆さんの,、えっと、あのお手元にあるそのミングは、この中に必ずなんか書いてあるものなんですね。で、えっと、その用意したミングリスト、資料や、それから地図、地図は、えっと、2種類ありますけど、1つはカラーの写真があります。これは、あのなんていうんですかね、えっとあの、英語で申し訳ないんですけど、あの えー、細かいことが書いてある行政単位がよく分かる地図です、それからもう一つの演習についての裏には、ですねシベリア・トナカイ牧民調査地図っていうのがあって、まあ、大体どういうところで調査しているのかというのが分かるようになってます、こういったものを見ながら、その基本情報を、えー、と皆さんのお手元にあるカードに記録して、その特徴を記録していくってことを行っていってほしいんですね。で 一体何を書いてもらおうかってことなんですけど基本情報っていうのは収集の月日とか場所ってことですつまりまあこの、えー、とリストに載ってる大体データ書いていただければいいんですねでもう一つやっていただきたいのは、えー、と特徴の記録なんですね実際に資料を見てその特徴を言葉で説明するってことをあの試していただきたいんですでこの時に資料を深く理解するために実際に触ったりあるいはスケッチをしたりですね あるいはその,あの、えー、と定規もありますので計測してみたりするといいと思うんですねそうするとそういった作業を踏まえて一、えー、つは、えーとそのえー、この資料がですねどんなふうなあのものなのかってことを客観的に、えー、説明してほしいんですねでもう一つは主観的な感想を述べてほしいってことです資料に十分に接して理解していただいた上で感じたことを書いていくことは 後々その資料を使って研究分析する時に大変役に立つんですねスケッチをしたりとか計測したりあるいはその,そのスケッチする中でなんか書き込んだりするとですね資料の特徴っていうのがよくわかると思いますそれでは、えっと、よろししくお願いします。

違う。<タッ> あっちにあるこれはねちょっと違う粘のやなんですこれを書いてその上からこれ履くんですってすでそ,それでこのね虫、ねねうん、しげる分とかしげるとかね虫しげるとかね これはやっぱり家族のマークをこういう形で表してるんですね。これ要するにこれ後ろを見ていたけくと分かるんですけどこの違う毛皮と違う毛皮をくっつけることでこういう模様を出してるんですだからこれは赤でただこうんていうの縫い合わせるだけじゃなくてここ違う。 っくるの、えー、の皆さん、そろそろちょっと時間が早いんですけれども、作業をやり続けながらで構いませんが、えー、とこれからです、ねえー、とグループの中で、えー、とお互いの調査の練習の結果をです、ねえー、と発表してもらうということをやっていただきたいと思います。 あーあ<ー> <laughs>。わざわざこれ多分色変えてるんですよね。種類が違う、それぞれの獣の。獣、うん、を。縫ってある。一つ一つ。<ー>ここが違うんだね、中<ー>これ、違うんだね、一つ一つ。<laughs> <laughs> これ、もう読 はあるんですかこれ永遠のとかうんですの意味がーズがとととこここれがが虹道天幕なんだどこれこ凍らないんですよ。 あの要するに息がかかるとそこ水,水分が凍るわけですよねそうすると毛皮も凍ってくるわけですよねそれがほとんどないんですねオオカミの毛皮ってそれででもこれは重宝としてあのスノーモービルとか冬にソリで移動するときとかはもうこれがあれば問題なしみたいなこの辺だけ出てればいいんですかそうです、まあ見えればいいだけなの話なんでやっぱり眼鏡っていうのはこういうときすごい不便です、ね

つまり出来上がる直前まで下にボソボソ呼吸入えっとこれからの質疑応答の時間に移りたいと思います。なぜこんな寒いところでと住むっていうふうなことになったんでしょうか。ああとこんなところに来る必要があったんでしょうか。そんなところ。はい。えっとなかなかいい質問だと思います。えっとまあななぜここに暮らすようになったのかっていうこと。を えー、その彼らに聞いてもですねまあ今はもう、えー、と昔から暮らしてるからってことでしかないんですねで実際にここにこういったその、えー、と北緯でいうと50度あるいは55度以上に人間が暮らすようになったのは結構でも古いんですねもうあの1万5,000年ぐらい前にはあのこのシベリアまで人は到達しています。あのもっと言えば、えー、と1 1万5千年前後にはですね あのベルリン海峡を渡ってあのモンゴロイドがあの北米大陸からえアメリカ大陸に渡ってるんですね。で、えっとそういう意味から言っても昔から暮らしていたってことはわかると思うんですけど、もう一つの多分理由っていうのはですね、多分あの動物性の食料が多分大量にあったってことはあの一つの理由だと思います。どうしても我々あのシベリアとかあの極寒地っていうのはなんか。 あの農業もできなくて貧しいところだっていうふうにちょっと思われがちだと思うんですけどこの人たちのとこはその例えば河川川なんかに行きますともう大量の鮭とかとか魚が取れますしで、えー、と内陸部ではですねこういったトノカエが大量にいるわけですね。 でそういういい意味で言いますと飼料採集、まあ、その人間の,そのいわゆる農耕とか牧畜が出てきたのは約1万年ぐらい前だというふうに言われてますけどそれ以前の世界においてシベリアというのはそのこの寒さへのです、ねえー、と衣類とかその住居の形での適応さえできてしまえばむしろ食料がたくさんあるところとして人間にとっては魅力的だったんではないのかというふうに考えています。 ちょっと2つほど簡単な質問があるんですけれどあのちょっと写真とか見て思ったのですがこのような状況で、えー、と人々はお風呂に入ったりとか体をこう洗うようなこととかは一体どういうふうにしているのかなという疑問があったんですけれどあともう一つは。ちょっとあの えっと、トナカイの肉を食べるということでトナカイの肉ってどんな味なのかなってちょっと気になったんですけれど、はい、あのお風呂の話ですけどもやっぱり日本人の感覚からするとほとんど入らないなっていう感じはありますでただあの大きな違いは先ほども示したけど示しましたが乾燥度がものすごく高いんですねだからやっぱりそんなに蒸れないっていう状況はありますたたただ現在の、えー、っと状況で言いいますとあのこういった人たち あの、こういうふうに、あの、何もないようなツンドラで遊牧生活しているにも言いますが。まあ、大体の人が村に、自分の家を持ってたりするんですね。ですから、例えば、一ヶ月に一回、えー、村に戻ってって、そういう時にお風呂に入るんですね。あるいは、えっ、ー、と、そのお風呂に入らなくても、要するにお湯を沸かしてですね。えっ、ー、と、その行水のような形で、頭を洗ったりとか、体を拭いたりとかって、そういう形で、あの、衛生は保ってます。 それからトナカイの肉の味ですけども、まあ、鹿の,ああの肉に似てるって言ってもなかなかあの想像がつかないかもしれませんがあの結構淡白で赤身の肉なんですけどもおい、あのー、しい肉だと思いますでただまあ,あの何か私個人的にトナカイの肉食べたけどおいしくないっていう人も聞いているので、まあ、個人的なあるいは鮮度の問題があるかもしれませんけどもそんなふうな状況ですね。 はい、シベリアの温暖化っていう話もちょっとの抽象のところであるんですけども、はい、やはりそちらも温暖化、えっとあの一般的に言えることですけど、温暖化の影響は影響はですね高緯度地方のが高く出るんですね。であの低緯度まあ我々生活している中でもなんか。 あの台風があのなったりとかすごい急な雨が降ったりっていうことでそういうことを感じられると思うんですけど、えー、と北の方がですね温暖化の影響は強く出てますでやっぱり部分的には、えー、とその海岸が侵食されたりですねずっと凍ってるとこがやっぱり溶けるのでそこが侵食されて暮らせなくなったりとかあとは、えー、と先ほどもちょっと言いましたけどやっぱり食性が変わってくると当然それに絡んでいろんな動物とかが変わってきますので。 そういううういいい形での大きな影響が出るというふうに言われていますまだ直接的にはすごくあのいわゆるカタストロフィックなあの影響っていうのは出てシベリアではあの言われてませんけれども、はい、それはあのその本の中で少しあの宣伝していただくとあのまた書,く書き加えてあることがあると思いますので、はい、寒いところの人たちの平均寿命ってどのぐらいなんでしょうか、はい この先住民だけの、えっと、平均寿命っていうのは、まあ、厳密なものはちょっと正直言うと分かりませんあのなぜかっていうとロシア政府が平均寿命を取るときはあのロシア国民全体の平均寿命を取るんですね、えっと、でその観点からいくと、えっと、ロシア人の男性の平均寿命っていうのは578歳ぐらいですで女性は、えっと、60後半か70ぐらいに近いあるんですけど で一般的に先住民の人たちの平均寿命はさらにあの短いっていうふうに言われてます。で特にこ,のあのこういう形で放牧生活をやっている人たちはアルコールの問題とかそういうこともありまして、えー、と男性は、えー、結構早く亡くなる方が多いです。で特に、えー、と年金の支給とということを考えても えとロシアではあの男性が55歳なんですけどもこういうトナカイ放牧の暮らしを例えば10年以上やると,、えー、と45歳から年金が出たりっていう,ふうな制度があったりするんですねでそれはやっぱり、まあ、厳しい環境の中で、えーとまあ、早く、まあ、老齢化して、えー、それに対応するっていう政策的な位置があるんだと思います。 とということで、えっとまあ、ちょっと時間も来ましたので、えっと、この辺りで、えー、質問は終わらせていただきたいと思うんですが高倉先生どうもありがとうございました、えっと、これで本日のリベラルダーツサロンは終わりにしたいと思います。